新しいフィールドに来たぜ。うわー、なんかいる。あー、もう一体出てきちゃった。まあいいや、戦闘やるか。ズリム、卑猥な名前だな、随分と。うん、まあそこまで痛くはないか。ああ、今なんか焼き尽くしたの延長でそのまま焼け死んでくれればよかったんだけどな。あー、お金めっちゃ美味しい。これもうガンガンいっていいんじゃないのか。卵せんべいで一回。卵せんべいもほんと耳っちい量しか回復してくんないからな。で、これで、もう今回のパート3パートくらいまとめて取るか。3パートまとめて取ってしまおう。今もう録画開始して58分くらい経ってるけど、まああと30分くらいで、この今多分新しいパートに入ったと思うんだけどさ、この新しいパートも、そのままやっていこう。30分以内に多分終わると思うから。で、宝箱も回収して、レベルもな、上げすぎたからな。もう余裕できるでしょ、ここの界隈も。そうや、命のさ、命のぐるぐる手に入れたか言ってたよな、そういえば。あ、どうなんだろう。え、よくわからん。力続く。ちょっと説明が欲しいんだけどこの画面もなんかよくわかんねえからな。命を回復する魔法を飛ばす。どういうことなのこれ。この画面のさ、なんか使い方が分かんないんだけど。いや、分からん。いや、分からんって。操作方法がわからんもん、これ。どういうことだ。いや、まあ、いずれわかる時が来ると信じて、これでいこう。ニケの HP を回復させる、あれ、今の時点であんの？ちょっとニケの HP 一回回復させたいな、魔法で。行くぞ！これで、ニケの方向を向いてさ、これやったらどうなる？あ、ちょっと回復したかな。ちょっとだけ回復したのかな。待って、ずら飛ばしてる。あ、危ない。てかもう死にかけてる。いや、もうこれ単純にさ、もう魔法攻撃に行った方がいいかもしれない。回復のぐるぐるに頼ってる場合じゃねえわ。回復のぐるぐるに頼ってるせいで下手したら死ぬ可能性あるからな。逃げをとりあえず回復させて、オッケー。いや、さすがにちょっと危険かな、この界隈クリアするのは。レベルが比較的適正レベルと同じぐらいまでのところまで来てるはずだから、まあ、攻撃魔法でゴリ押せばいける。下手にあれだな、やっぱ回復しない方がいいわ。戦闘中じゃない時にさ、あ、なるほどなるほど、こうか。こっち来んな。これで回復させてやればいいのか。で、チョコ。で、回復させて。行くぞ！で、ズル向け野郎。焼き払う。なんかこいつほんとなんか燃えそうだよな。簡単になんか燃えるような素材でできてる見た目してるわ。びっくり、レベル29。これ全体のさ、3分の1ぐらいまではもう、いったのかな。戦闘終わってからこうやって回復させるのがいいのかな。1回の消費 MP が4か。そこまでコスパがめっちゃ悪いとかそういうわけではないと思うんだけど、左にいんのは多分新キャラじゃないか。
わー、なんか宇宙人みたいなやつ出てきた。あー、オッケーオッケー、 なかなか強い。ゼリーゼリーっていうの、おー、なんかプルプルしてる。やったー、助けてー。大体敵から似たようなセリフしか言わないよね。覚えてるとかさ、そういうセリフしか。覚えてる、プッパピー、ギリ様万歳、ごめんなさいとか、なんかそんな感じのことしか言わないよね。こっちはなんもないか。で、あとは何、上？左？左の方か。で、奥地に行こうぜ。何かしらの茶番が起きたりすんのかな。だいたい一つのフィールドにつきさ、敵キャラって2体しかいないよね。あ、3体。待って、あいついるじゃん。あぶね。なんかゼリーもいるし、なんか あいつもいるわ。待って、ちょっとニケが死にかけてる。あと卵せんべいちょっと回復させて。で、魔法でゴリ押す。鼻がめっちゃムズムズする。やめてほしい。こういう実況撮ってる時に鼻がムズムズするのはマジ勘弁。これあれだな、記憶層を使って戻り層を使った方がいいかもしんねえな。お金めっちゃ手に入んの、ほんと。で、300か。まあ、感覚的にあれだよな。中学生がさ、高校になってぜ、高校生になってよ、初めてバイトして給料を手に入った感覚だよね。もう中学の時までは月に1ヶ月の小遣い3000円しかもらえなかったけど、高校入ってバイトするようになってさ、1ヶ月に7万とか8万とか稼ぐようになるみたいなさ、そんな感じだよね。この彼の伸び具合。早くもう一発倒、な、殴れや。何ぼーっとしてんだよ、こいつ。死にそうなんだけど。待て。よからぬな。ちょっと妖精メモリいっぱい使って。回復アイテム買いにいっぱい、一回戻った方がいいな、これ。この状態でボス挑むのは得策とは言えないから。でも回復アイテムが売られてねえんだよな。回復アイテムとか戻り層が売ってないんだよな。悲しいことにな。戻り層をカンストするぐらい買えばよかったな。ちょっと待って、チョコどこ行った。多少回復して、うわー、嫌がった。次のフィールドの手前あたりで戻り層を使うか。もう いなくね。もう敵いなさげだな。いや、回復アイテムこれ絶対足りないと思う。発火の根っこ5個はまずいと思うな。だからもう絶対ここはあれだろう、なんかあると思う。記憶素を使ってこれでこっちに記憶が行ったでしょ。だからここでクロックの羽使って村に戻って、目は宿取るか、宿取って回復アイテム整えて、お金は腐るほどあるからな。おはよう。で、朝を迎えて、こいつがな、戻りそうとかも売ってくれればすごい助かるんだけど、間違えた。もう買えるだけ買うよ。こっちには金はいっぱいあるんだ。こんだけ買ってもまだ1万6000円も手元に残ってる。素晴らしいことだよ。うんで、戻り層使うか。戻り層をね、買いたいよね、どっかで。あと1回しか使えないって、せちがないぜ。そろそろボスなんじゃないの、でも。ああ、ボスではないか。もう来るかなとは思ったんだけどな。あ、でも楽だな、こいつ。あの燃えやすい紫色のやつよりも倒すの早いわ。あー、2体も嫌がる。オートかけて応戦で、もう一人。あー、ちょっと待って、2機死にかけてる。やっぱ痛えな。適正レベルよりもしかしたら低いのかな。
進めすぎたかもしんないな。いや、サクサク行くぜみたいなこと言ってたからさ、でもちょっとやりすぎた感はあるな。ここの適正レベル32とか3ぐらいなんじゃないかな。大丈夫か。一応敵からは逃げずに全敵とは戦うようにしてるんだけどさ、2パートぐらい前に作った貯金がなくなりそう。あ、ボス戦、うーわ、なんか黒いの出てきた。こいつなんかさ、ゴーレムなんだ。勇者様、ゴーレムよ。これさ、パックマンにこんな見た目のやついなかった。ブンデカイジョー、ここへ気をつけろ。さあ、強いんか。勇気の印。ちょっと待って、ククリ死にかけてる。ちょっと待って、ククリの間違えた。あ、そっか、ククリの回復ってあれか。ククリの回復どうしよう。あぶねえ、玉ひんだ。今の攻撃を自力でかわさなきゃダメだ。敵が変な攻撃をしてきたら避けるようにしよう。危なかった。待て待て、チビとかで間違えてチビとかで使っちゃった。あー、地震攻撃か。おー、いて、絶対避けられなくない今の地震攻撃。いや、でも卵せんべい7回使えば HP を最大値まで回復できるから、それ考えたらそんなに痛くはないか。これでオッケー。あと2回ぐらいで多分死ぬでしょう。まあ、いざとなったら妖精メモリーでも HP 回復できるからな。うわー、これあれだよ、また落盤だ。痛すぎる。ちょっと早く早く回復したい。まず卵せんべいでククリの HP を前回ぐらいまで回復させて、妖精メモリー、これでオッケー。行くぜ。ククリの HP って回復できねえのかな。これで終わりだ。くたばれ。よっしゃ、危なかった。いや、戻りそう使って戻ってなかったら死んでた可能性ある。350、420円、ニケレベル30、レベルが99くらいまで上がらないとラストボス倒せないだとしたら、ちょうどあれだよね、今3分の1くらいまでだよね。パート8くらいか。これパートいくつだ。パート7かな、多分。パート7って3分の1くらいか。パート21、2パートくらいまでいきそうかな、これは。魔人の剣を手に入れた。勇者様、奥に洞窟があるわ。よし、中に入ろう。え、家じゃん、完全に。誰か住んでるよね。勇者様、なんだか部屋みたいなところね。まるで誰かが住んでるみたいだな。キタキタとか住んでたんじゃねえのこれ。どうしたの、ククイ。うん、なんていうか、ちょっと懐かしいような。これマジでキタキタのこの可能性あるんじゃない。ねえ、こっちにも部屋があるみたい。星見のとか置いてあったのキタキタなんだけどな。でも1と比べたらだいぶ貧相なところに住んでるよな。1はちゃんとした家に住んでたのにな、あいつ。よし、行ってみよう。あ、え、なんかぐるぐるが書かれてる。召喚のあれじゃん、召喚の魔法陣じゃん、これ。ククリ、これは。ぐるぐる。もしかして、ここにメグメグ族が住んでたんじゃないか。メグメグ族が。どうしてんだ、ここへ。私、ここに来たことがある。ううん、小さい頃から住んでたような。本当か。わからない。でも何か近くにいないものがないか探してみようぜ。うん。なんちゅう探し方だよ。
勇者様、見て。あ、なんか壁の中に穴みたいのあるね。何か穴があるわ。なんかひらがなのさ、かとあだけちょっとフォント小さくない？なっていう、なの文字のフォントが大きいのかな。おこげ、何かしら、これ。うお、え、変なの出てきた。ワンチン。よく来たわ、ふくげ。わしの名前はワンチン、ビルビル族のオサじゃ。ここはビルビル族が住んでいた場所じゃ。カコリの両親もここに住んでいたのじゃ。私のパパとママがここに住んでいたの？そうじゃ。そしてお前たちが再びここに来たということは、ある時期が来たということじゃ。ある時期って？このペンダントを持って地味な村に戻るのじゃ。地味な村の魔法ママに手紙を渡してある。このペンダントを見せれば、その手紙を見せてくれよ。ドン引いてる。どういうことだか全然わかんないぞ。確かにわからんよな。もっと詳しく説明してくれよ。どういうことかは次元のわかるときが来るはずじゃ。最後にこのぐるぐるを授けよう。別々の魔法陣を手に入れた。え、何、ククリとニケを別々に行動させるみたいなあれやつ。さあ、あまり時間がない、急ぐのじゃ。ククリ、行こう、勇者様。地味な村に戻れば何かわかるはずよ。そうだな。結局穴は関係なかった。こっちなんだ、地味な村。へぇ、あー、ついに新しい大陸に行ける。しかもこれあれなんだよ、右キーを押してもこれ主義村から右に行けないんだよね。左キーを押して、あっち村、妖精の森、猫地畳で地味な村に行けるような感じ。行こう。洞窟から出てきた。懐かしい感じなのかな。ククリの故郷ってことでしょ、ここ。ククリ、どうしたんだ。勇者様、妙に静かじゃない。俺、誰もいないぞ。勇者様、みんなどこ行っちゃったのかな。急に怖くなった、確かに。そして誰もいなくなったみたいな感じか。とりあえず、二人でブランド人を探しろ。いや、保存したいな、一回。勝手にさ、宿とか泊まっていいのかな。武器屋とかアイテム屋とかもさ、かっぱらいたいよね。品物とか置いてあるでしょ、どっかに。ダメだな、誰もいねえわ。いや、セーブ屋さんないのか。セーブ屋さん、いや、一応一軒ずつ入るか。一軒ずつ 入るのがもしかしたらフラグになってる可能性もあるから。なになになに、会話進まないと思って飛ばしちゃった。ねえ、勇者様、ペットがあるもんよ。お、ここであれだろ。あれすればいいじゃん、よろしくすればいいじゃん。ここで少し休ませてもらおうか。うん。まあ、ここで夜の営みを過ごすんだろう。今日はここで休もう。うん。ああ、セーブできるんだ。いいね、ありがてえ。宿屋の代わりなのかな。 HP も MP も全部回復してるよね。いいね、マックスまで回復してる。ククリとニケの HP の差ひどいね。まあ、こんなもんか。あ、で、2人とも次のレベルまでもうじきもうちょっとで上がりそうだね。あー、なんかぐるぐる変わる。間違えた。
なんか植木別々っていうのがもうあるね。にぎやかトカゲ、これはガヤガヤトカゲ。続くの方は頑固な炎、命の方は天の雫。すか、なんて書いてあったの、女神のささやき。まあ、ニケかくくりの HP とかを回復させてくれるような魔法だと思うんだけど、これは上になんかある。魔法バーの部屋っぽくない？黒魔導士的な、なんかミラルゴとかが住んでそうな雰囲気あるけど、この家。この松ぼっくりみたいな、何なんだろうな、これ。あれじゃ、なんか、あの、そそくさちゃん、そそくさとかカサカサあるわじゃん、これ。マリオ RPG の。あ、なんか勝手に動いてる。物色してるな。うわっぷれ、誰もいないな。みんなどこに行ったのかしら。あ、来た来た、だ来た来たでしょこれ。うん、ククリ、あれガガルだ、絶対分かってるだろニケも。何かいるわ。とうとう見つかってしまいましたな。言葉とは反対に嬉しそうだ。来た来たのおじさん。ククリはキタキタオヤジのことキタキタのおじさんって言うんだ。キタキタオヤジなんて言わないのか。みんなはどうすんだ。村のみんなはモンスターに見つからないように隠れてますぞ。モンスター?さよ、数日前からモンスターがたくさん現れ始めたのですじゃ。調べてみると、村の近くの洞窟に幻獣ミョンミョンがいたのじゃ。言いにくい。ミョンミョンが他のモンスターを呼び寄せていたのですじゃ。それでみんな隠れているわけね。わしもモンスターを追い払おうとこうやって踊り続けているんだが、モンスターもなかなか手強くて。いや、キタキタ親父のこの踊りはさ、結構強力だったんだよ。魔法陣ぐるぐる1の子はね。まあ、高速はあんまり役に立たないんだろうな、キタキタ親父。今の顔見合わせたのは何だ。このままでは普通の村人は怖くて外に出られないのですじゃ。まあそりゃそうだろ、この林は普通の村人ではないでしょ。そもそもミグミグ族の人間じゃないしな、こいつ。よし、俺たちでモンスターを倒しに行こう。そうじゃ、武器屋とアイテム屋に行ったらわしの踊りを真似するといいです。踊りのリズムでモンスターとわしを見分けて店の主人が出てくれるのです。どういう理屈だよ。確かにモンスターと間違えるわけないな。行こう、勇者様。間違わんようにもっとよくわしの踊りを見ていきなさい。このリズムですじゃ。行こう、ククリ。俺操作し一切してないんだけど。ここは？ここは違うな。武器防具屋とは関係なさそうで、フィールドマップに出ちゃうのかな、こっち行ったら。あー、なんか敵いるな、やめよう。実際に武器屋入ったりしたらなんか起きんの？誰もいないか。誰もいないね。二人して踊んのかな。うっぷり踊るのか。勇者様、頑張って。踊りたくないから人任せだよね。頑張ってって。ここは亀の踊り子と言われる隠れの方や。いや、そんなの絶対や。これはキタキタの踊りとは違うのか、この踊りは。
すごく言っちゃって、売れちゃって。誰だ、その声はモンスターじゃないな。どれって言われても。おお、お前はバドの家のニケじゃないか、知ってんだね、やっぱ。確か勇者になるために食べに出たんじゃなかったか。一体いつ戻ってきたんだ。ちょっとモンスターを退治にね、それよりも姿を見せてよ。いや、まだそのあたりにモンスターがうろうろしてるだろうからな。俺は隠れたままでいいよ。昨日なんか腰身のをつけたモンスターがここに入ってきてバタバタ踊りまくったんだ。きたきた親父、モンスターと勘違いされてんじゃん。そんな時は俺はもうおしまいかと思ったよ。おいしまつ、かわいそうに。まあ何でも好きなものを言ってくれ。準備ができたら売ってやれよ。こんにちは。変な感じだなこれ。うわ、つえ。攻撃スピード20はさすがにやべえな、これ。魔人ノーノみたいな感じでしょ。装備するとかっこよさがアップ。原材料は魔人。今な、何装備してたっけ ?175-70 でしょ。あー、ドラゴンアーマー。ドラゴンアーマーでも防御率低いな。光のものの装備はこれで決まり。防御率が低いっていうのはさ、どういうあれなんだろう。防御力無視したダメージが2件に入るってことなのかな。だとしたらこれ 55% の確率で防御できないってことなの、ドラゴンアーマーは。よくわからんのだけどさ。魔女の宝器は今装備してるもんね。普通に売られてるんだな。あーでも賢者の杖の攻撃力高いな。っておしゃれな服。かわいい服。星屑の剣はあんまり使えてないんだけど、まあしゃあないか。星屑の剣なんぼよ攻撃力。138か。いやこれもあれかな。一旦またレベル上げして、まあ、次のパートまでにレベル上げとお金貯めとなんかいろいろやって、こっちの方のお店の人は普通に言うんだね。一回でもさっきの茶番をやればいいのか。ってことは先にアイテム屋の方に来たらアイテム屋の親父がバートのところのニケじゃないかみたいなセリフ言ってたのかな。あー売られてるね、チョコボール。中にピーナッツの入ったチョコ。戻りそうが売られてないのがちょっと気になるね。チョコボールを乾燥させよう。チョコボール乾燥させるぐらい一個も持ってなかったのか。いっぱい買ったね。いっぱい買って HP は300。あーいいね。5枚セットでお得よ。まあいいや、これも全部買えるだけ買うか。いっぱい買ったね。闇弁当は、あ、くくり専用なんだ。ククにもさっき死にかけたからな。これ効果知ってるんだったらもっと先に買いたかった。空飛ぶ靴とクロックの羽は乾燥してんのか。であと、ハッカの根っこも。ハッカの根っこ俺こんなに使ってたんだ。で、もう一個も買えないな。これはもう左キー右キー押しても画面切り替わんないから、この画面のものしか商品として売られてないってことか。したらまたあれだな、裏で武器防具必要なだけのお金を貯めるか。そんなにでもあれだよな。いや今買うか。今買えるやつは買っておこうか。さて武器屋上の方か。あーでも待った、まあいいや、普通に買うか。こんにちは。星屑の剣をとりあえず買って、星屑の剣じゃない、かっこいい剣買うでしょ。かっこいい剣買って、ドラゴンアーマー買うか。ちょっと高いけど、ゲームオーバーなってもいいように強い武器防具を買っ
て、これでちょっと2件にかっこいい剣とふんどしあったの懐かしい、ドラゴンアーマー装備させてやって、1回だけ戦闘しようか、1回だけ戦闘して敵がどういう強さなのかをちょっと確認しておこうか。うわ、なんかうなぎみたいな敵出てきた。しかもかわされた。行くぞ。うなん、その通りのあれじゃん、見た目通りの名前の敵、間違えて自分攻撃しちゃった。まあまあ痛えな。まああれだな、ちょっと適正レベル低いくらいか今。あれ画面が青かったな。まあこんな感じでこの辺のうなんを借りまくって、まあ4万円ぐらいまで所持金増やせばしばらく大丈夫じゃないか。多分レベルも10ぐらい上がるだろうから、まあそういう感じのことを次回までにやっておくことにするかな。ということで今回はこの辺でセーブして終えるか。次回に続く。